おはようございます。また氷食べてます。今11時ぐらいで、あと3時間後ぐらいに日本から友達が遊びに来るので、彼女たちがうちに到着するので、洗濯したり掃除したり、でもそんなにあんまり掃除してないな整理したりしてます。今お昼ご飯の準備、唐揚げしようかなと思って、みんなチキン切ってくれた。他のものはいらない、醤油だけ、うん、醤油だけ、揉んで混ぜて、ちょっと揉んで、今奥からも混ぜる、うん、醤油入れたからじゃなくて混ぜてる間に醤油かけるまずその調味、そのニンニクとかも混ざりたいな。あ、ついたかな、かもしれない。12時半にしたから3時過ぎに着く、いや、着かないよね、2時過ぎだよね。お腹空いてるかしら。今日本から遊びに来る友達が空港に着いたみたい。唐辛子何個入れた？3個。こんなもんでしょ。冷たい。そうなの、それが嫌なの。冷たいのがね、つらい。これで30分ぐらいあるときかね。でもさ、まだ衣つけてないからさ、うん、つける？さあ、卵とかつけるともっといいらしいね、唐揚げって。私粉だけだったけど、粉に卵入れんの？卵？うん、ここに卵入れてんだよね。じゃあ入れようか。今から入れる？うん。何個？1個でいいでしょ。
手で頭早いかな。でもどっちにしろ上げるときは手で上げれないからね。あ、いい匂い。コーヒー上げていい？うん、うん。そんな一点にあげない方がいいね。もう満員御礼なの。バス乗ってくるね。12時20分とか言ってたの。12時半だと思うんだけど、でもまあ20分に来いって言われたのかな、カウンターで、うん、卵を入れたからやっぱりさ、ちょっと衣がいつもと違う、うん、あ、でも味はちゃんと染みてる、うん、第2弾が上がった。第1弾は全部食べちゃった立ち食い。ありがとう、ホミ。バナナも1個。うん、うん、ずっと辛くから唐揚げだけをずっと食べ続けるなんのつ、あ、キムチが欲しいの？よくない？キムチ、キムチ、そんな生きない。本当美味しかったもん。うん、なるほど、切って食べるの。
もう第何段目か分かんないこれ4段目、うん、ぐらいずっと鶏だけ鶏肉焼き鳥ばっかり焼き鳥じゃない何唐揚げはずっと食べ続けてまあキムチも食べてるけどキムチ食べるとまたすっきりして唐揚げに戻れる。これ最後すごくないうちら全部食べるのかなやっぱり、うん、なんとなくお腹いっぱいの気もするけどそれだったら飽きるんだけどキムチと一緒だからちょっと入っちゃう。たまに作っといてなんか今度食べたい時に二度揚げして食べたらいいかなとか思ってたんだけどそれないね炭水化物取ってないからなんかいきなりガンとかお腹いっぱいになんないし、ね、めっちゃ天気綺麗、ね、すごい綺麗、ね、日本多分今頃嵐だと思う。嵐あそっか台風うんちゃらとか言ってた出発前西日本にいたよね、うん、だからこの本当は今ぐらい東にいるかもしれない。結構飛行機とか欠航とかそうやばかったと思う、うん、あっカスケードが久しぶりだあそうカスケードなっちゃう。いやじゃなくてもうただ ブレハンがもう東の一部残して全部、撤退するみたい。じゃあバンクーバー行くのも電車か飛行機ってこと？そうだねか車。あ、まあ、電車はないな多分。電車もあるけど電車って本当になんていうの観光の電車だから、うん、移動のための、まあ、もちろん移動もできるけど、うん、多分だって一泊二日で3000ドルとかだってそれ移動っていうよりはもう本当電車乗るために食事とかついたりして。あー、うん、そっかそっか、うん、でも3000ドルだよ3000ドルだよ300じゃないよ3000ドルだよ3000ドル金持ちだよね。そうそうみんなリタイアした人ばっかり乗ってる。いや最近雪降ってたからさ曇りが多かったよ、うん、ウェディング撮影だなんか湖が結構表面凍ってる凍り始めてる。うん、いやでも今日はあの服寒いよね。ね。ちょっと一緒に撮った。うん、いいね。これこの目の前の。今まだね10月あもう終わるかな。もう終わるか。まだ一応ボンあのリフト開いてるんだけど。あ、そうなの？でも9日ぐらいで閉まるって言ってたかな。乗ったことない。ここあまり中に入るとちょっとびちょびちょだね。こうほら展望台になっててさ景色がこう見下ろせるのよ。すごいじゃん。本当でももっと中入るとまあランドルとかも見えるんだけど。ここがいいここがいい。ランドル見える。着替えてる。本当だ、ホミ。なんでなんて気づいてたけど、そっか、それ着替えたのか。でもホミのケーキ、うん、私買ってあげようと思ったけど、気づいたらホミに自分に買わせちゃって。なんかそこのスーパー、うん、なんかスーパーの中に郵便局が入ってて、あ、そういえば私切って欲しいんだった、計算しといて、みたいな感じで。そのまま切って買いに行って、戻ってきた時に、あ、そういえば、誕生日ケーキ買わせちゃったとか言って2時頃に友達が2人日本から到着してうちにできて、まあ、で天気もいいからホミンがいるうちに、ちょっと本当に近所だけをドライブして、で今戻ってきて、で友達が1人が誕生日だったから誕生日ケーキ食べてお茶したり女子トークしたりしてて、その間にホミン出かけて、で今私もあと15分ぐらいで仕事に行くので、友達もちょっと日が出てるうちねって感じで出かけました。それでなんかいろいろお土産だったりいろいろ持ってきてくれて、これはなんか台湾に行った時に買ったお茶だって、でなんかちょっとさっき今開けて飲ませてもらったけど美味しかった。でこれはなんだっけ、屋久島に行った時に買った緑茶って言ってたかな。でこれも台湾で買ったお茶って言ってた。かわいい紅茶って書いてある。うーん、何茶かわかんないけど、まあ、台湾のお茶。
ちょっと紅茶も最近なんか飲みたいなと思ってたから嬉しい。あとみんなで食べようって言って味噌汁とかこういうの持ってきた。そう、あとこれ私がリクエストしたんだけど、あの結婚祝いに何が欲しいって言われて、これグリル鍋、あの卓上でホットプレートみたいな鍋ができるみたいなやつを頼んで、そしたら持ってきてくれた。これ荷物一つ預け、あ結構重たい、持ってきてくれた。あとこれは私とフミンがアマゾンで日焼け止めと、これホミンのビタミン剤をアマゾンで買って、彼女たちのうちの一人の家に送って持ってきてくれたのと、あとこれ、まあ、あの結婚の写真、ウェディングの写真撮った時の色紙とかこういう写真立てのやつとか、あとフォトアルバムとかを実家に届いたのを実家から友達の家に送ってもらって、それを友達に持ってきてもらって、でこれこの中にお母さんからちょっとプレゼントとお母さんからの手紙が入ってて、あと銀行系とかクレジットカード系とかの日本に、私が日本に行ってない間の郵便物も入れて持ってきてくれた。あとそう、これは本人が頼んで鼻毛切るハサミ欲しいって頼んで持ってきてもらったのと、ドラ焼きだって、 あと私がこれ頼んだの手帳と、これ私が頼んで綿棒と、あとこれプレゼントだってリュックサック、今仕事で使っているリュックがちょうど出てたから嬉しいのと、あとこのケーキだって言ってないのに食べたいなと思ってたら持ってきてくれた。せんべいだったか、せんべいも嬉しいんだけど、最近すっごいせんべい食べたいと思ってたから。あと靴、これは買ってきてもらった、頼んで買ってきてもらった靴、同じやつを見せて仕事で履こうと思って、カナダの靴はこの幅があんまり合わなくて入ってもないから、ネットで見ていいなと思ってもらったから買ってきてもらった。靴も多分結構ぴったりそう、ちょっときつめかな、でも全然仕事に支障ないぐらいに履けそう、よかった嬉しい。こんな箱ごと持ってきてくれなくてもよかったのに、ありがたい。この荷物すごいかさばっちゃうね。1個は店舗で買ってくれて、で1個しか在庫がなかったからネットでもう1個買ってくれたみたい、同じやつを。これは後でお金払う。すごい、もう一個プレゼント放送になってる。あ、またこれだ。私これ前も持って持ってるんだけど、多分ね、たくさん買ったら消えちゃうってやつ、ね、なんだろう、ヘッドペアだって。あとバブティーのソース、これもリクエストした。明太子ペペロンチーノって、からし明太子、たらこ、かんだし、のり、なにこれ、ハンドクリームだ。フルーティーな柚子の香りのハンドクリーム、アフタヌーンティーなのかな。こんな感じでいろいろリクエストしたものだったりプレゼントだったりお土産だったりいろいろ持ってきてくれた。あと、これ、松橋を多分空港で買ってきてくれた。なんか前に Vlog でホミンに私が松橋を頼んで買ってきてもらって喜んでるっていうのを友達が見て、もし今度遊びに行くことだったら松橋絶対買っていくねって言ってくれてて、今回特に私買わなかったけど覚えててくれたみたいで、お土産で持ってきてくれた。超嬉しい。